はい、未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。このビデオは第3週の反転授業に、関するビデオのうちの1本目です。ここでは反転授業とは何かについて話をします。これは山中先生という東京大学の先生ですけど、山中先生の定義ではこういうふうにですね、昔は、これは昔です。教室で教えることをしていて、家で宿題として応用的な練習をしてもらっていました。それが今は、この知識の伝達はもう家でできるので、それを家でやってもらって、教室では応用練習をするようになった。これが反転しているわけですね。この場所が反転しています。はい。で、今までの歴史としてはですね、これまで似たようなことはもういろんな人が言っていました。ベーカーさんとかレイジさんとかですね。ただ大きな違いは、やっぱり2006年に YouTube ができて、その翌年に、バーグマンとサムズという人が、このリバースインストラクションという、やり方がとても成功したんですね。で、注目されて、特に2010年にその後、ダニエル・ピンクがフリップトクラスルームという名前を付けました。そして2012年にとても有名な、言葉になったんですね。はい。で、それ以来みんなが使うようになっています。で、これもいろいろな研究で、その効果が認められていますので、興味がある人は、このリンクを開いて読んでください。こうやってね、あれ。はい。まあいいや。で、背景にはですね、ちょっと時代の変化があります。大きな時代の変化があります。昔はですね、物が足りなかった。その時代は、知識だけで十分だったんですね。で、教室は知識を得るところでした。しかし今は、もう物がたくさんあります。ですから、知識の伝達に教室はいらない。ということになっているんですね。それでこういう反転授業が生まれています。で、もし詳しい、本を読みたかったら、これ同じ本です。これ元が、フリップやクラスルームという、さっきのあのバーグマンとサムズの本ですね。で、これがその日本語訳です。両方ともアマゾンで買うことができます。はい。では、反転授業のメリットは何かというとですね、まず一番大きいのは、学力の低い学習者に対応することができる。つまり、成績が良くない、学習者ですね。それでも2回も3回も、ビデオを見ることができますし、わからないところは一時停止、ポーズすることができます。ですので、成績の悪い学習者には反転授業の方がいいです。成績が良い学習者の方は逆にですね、これを2倍とか、早く見ることができますから、それもメリットの一つですね。それから、病気で休んでしまった。そういう学習者も、この、オンラインでビデオを見ることができれば問題ないですね。はい。それから、授業中に一方的に教えることをしないので、それで一人一人の学習者に目を配ることができるようになります。それからもちろん質問があるときにも、反転授業の方が質問を受け付ける時間を取ることができます。それから、特に学習者がこういう子供の場合はですね、大人の、親がですね、こういうビデオを見て、あ、ちゃんと勉強してるなというふうに、見て、それで安心することができるというメリットもあります。で、この反転授業についてもっと詳しく勉強したい人は、特に日本、すみません。日本語で、勉強したい人は、この Facebook に、この Flip Classroom、ちょっとすいません、これ見えないですね。反転授業の研究という、今左下に見えますけど、そういう名前の、グループがありますから、ぜひ入ってみてください。これも、このリンクを開くと、見ることができます。はい、このスライドのリンクは、bit.ly/ttcb41 ですね。このスライドから、たくさんのリンクが貼ってありますから、ぜひこれをブラウザーのアドレスバーに入れてリンクも開いてください。このビデオに知らない言葉があったら暗記、クイズレット、メモライズ。このような、ツールに記録をしておいてください。はい。それでは今日はここまでです。失礼します。